はい、どうも皆さんこんにちは。僕たちは今能登半島最先端の場所にいます。涼岬です。出ます、すぐ出るすぐ出る。なんでここに来たかというとですね、実はまあいろんなヒストリーがあるわけですよ。そうなんですよ。それを今からご覧いただいてからここに着くまでを見ていただきたいと思います。そのヒストリーまで20 10長い長い。千万で死んじゃうわ、死んじゃうわ。かわいくない。うおーパンツリー、あ、パンツリー、あ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 、鍵かけてんだよ。マンホールでかマンホールでかくないマンホールでかくないマンホールでかいよね。 SD ってことっていうことじゃない。はい、どうも皆さんこんにちは突然始まりましたけど、今日は YouTube の人だ。そうです。まあ久しぶりにね、あの動画を投稿するわけですけども、秋の放題だ。そう、半年ぶりに、本名を言うな、半年ぶりにね、あの彼とで、前回は実家、あの千葉県の大見白洲市というところに帰ったんですけども、そうそう、今回は何も決めずに、まあどうやって決めようかっていうところで、あ、僕たち3日間あるんで、今日から、そうね、そう、どこまで行くかどうかっていうね、そう、考えようかなっていうところです。はい、美味しそうな匂いがするところに行くんで、どうですか。あ、マジっすか、匂いで。美味しそうな匂いがするところに、うん、美味しそうな匂いがしなかったらずっと待機。行く、嗅覚、呪術つなぎみたいな何それえ、でもそれスタートからずっと二人で鼻をこうで、何の匂いしなかったらもうしたらすぐまた次の匂いがするまで、そう、多分そこの民家のカレーの匂いしたら、うん、ずっとそこに行っちゃうんだよ、多分。その、あー、もう他の匂いしないからね、取れないから、ずっとそこに60時間ぐらいずっとずっと換気扇の下だから捕まっちゃうと60時間やばいな。捕まっちゃうんで、なしで。どうしようかな。日本海見たいな日本海、日本海見たことないもうさ、行きたいとこがさ、ないだんだん見たことないのよあるでしょ。見たことない。モモンガをにこう日本地図こうあって、なんか各所にこう大好物を置いて、そこを食べたところに行こうと言ってたんですけど、ちょっと今就寝中でして、モモンガちゃんが、そうそう、ちょっと叩き起こすと、あの、か、あの指5本持ってかれるんで。そう、1回につき、はい、そうですね。嘘、ハングリー20本しかないから4回しか見せれないじゃんそう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 足を使うの足で2回ミスった時点で気づけ、もうあと指ないんだからこうやってあと足だじゃないよ、そんなにバイタリティそれでもなお就寝中に行くバイタリティじゃあさ、じゃあさ、この竹とんぼでさ、うん、床に落ちるまで2人であの剣を言い合ってって、その落ちた瞬間にある剣に行く。行けてみる。え、この竹とんぼふーっと飛んで、この間に群馬、なんとか、どこどこ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 、埼玉みたいになったら、そこに行く。そこに行くって、そう。いや、竹とんぼって、意外と、飛ぶよって飛ばない、飛ぶし、そんなに、対空しないよって、あと、そんなにうまく飛ばせないっていうのもある。そっか。だいたいさ、それでさ、あのさ、行きたい県を連呼するんでしょ、どうせ石川、石川、石川、石川って、あー、石川その、飛んでる間に交互に言うのか、ずっとこういう二人で言い続けるのかどういう、決まりがあるのかな。カバディじゃないんだよ、カバディか。あ、じゃあ普通に、あ、アミダクジとかあるけどね。アミダクジ？太平洋しか知らない俺ら、太平洋、まあ、千葉生まれ、東洋のね、そう、千葉生まれ、千葉育ちだから、うん、太平洋側しか知らないじゃん。うんうん、ね、せっかく四方海に囲まれた島に生まれ育ち、太平洋に、あの前回あの携帯を彼なくして、そうだから日本海でもなくそうかな。そう、日本海でもなくすっていうのもね、やっぱ、うん、どっちかっていうのはね、つまんないもんね。あの、これで言うと見えねえけど自分石川、新潟、富山は外れで愛知もいる。愛知？石川のさ、はい、このなんか先ちょっとが楽しそうじゃん、このさ、こんなこのフックみたいな、ああフックみたいなね、フックみたいな、あ、石川の先っちょ行ってみたいね。そうそうそう、行くだけもちょっとあれなんで、海鮮とかも美味しいしね。そう、鼻フックで行く、それともフックだから、うん、こうしたまんまでずっと料金所も鼻フックしたまま入れてくんないよ、全部、全施設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 入館拒否だよ。めちゃくちゃ表参道なら、30代の男性2人が鼻フックして歩いてても、うん、あ、はい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 、
いやまあ前回のね動画はね、あの正直言って、うん、俺は好きなのよ、うん、僕も好きですよ。そう、うん、あのいいところをこうギュッとした感もあるし、うんうん、ただやっぱ YouTube に載せるとしてやっぱりちょっとパンチが弱いなと。まあまあまあちょっとね、まあまあ、いいんだよ。だそんな俺の思い出ムービーだもんね。そう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 、だからこんなさ誰もかも知らないやつが千葉帰りました、うん、はって感じじゃん。俺のファンがね5万人とかいたら、うん、どここの人どこ出身なんだろうとか思って見るかもしれないけど、確かに今回そうではないので、うん、兼六園とかあるでしょ。そうそう、石川県は兼六園があるんですよ、うん、あの日本三大庭園ですよね。あと2個は、いやそういうのはない三大庭園の中の一つっていう とこまでが名前だから。本当だ、日本三名園の一つだ。バイエー入園料安っ、いくらだと思う？500円とかはちょっとあれかな、一発で当てていい、うん、本当当てていいの、うん、安って言ってるから、うん、マジで言うと120円なめないで、子供だって100円だよ。ああそうなんだ。大人310円だって。あ安いね、確かに。安いよ、1800円が取っていいんだから別に。まあ別にそうだね、1800円って言われてもまあまあしょうがねえかってなるんだところをさ、うん、310円ってそうだね、無料と一緒やんこんなの無料と一緒かな。無料と一緒。あ、そう、一緒。ほら、唯一車で走れる砂浜があるらしいよ。行きたい。石川県に、そう、なぎさドライブウェイ。何をもって唯一なの、日本で唯一なの。 8km の千里浜海岸は、うんうん、国内で唯一、うん、波打ち際を普通車で走ることができる砂浜道路。いや普通にうちらの海岸も走ってるやついるけど、砂の、え、それはだからイリーガルだから、そいつら。いや、イリーガルかもしれない。イリーガルしか住んでないから、九十九里なんてイリーガルだから住んでんだよ。あ、そうなんだ。イリーガルだから住んでんだ。壊れてすごいね。砂の粒子が細かく、うん、海水を含んで固く締まった砂浜はノーマルタイヤのままで OK。 へえ。ていうか雪大丈夫かしら。降ってんの石川県。今3月の20日21か。え、もう春でじゃないの。春でないの。もうすぐ春ですね。うわそうだよね。もうさすがにスタッドレスはないよね。それ以上北とか行くとまだ危ないと思う。山形とかさ、うんうん、新潟も。新潟はまだ全然だね。じゃあやらせでさ、うん、やらせで、うん、はい、前提で日本地図持ってきて、うん、その日本石川県のとこだけなんか濃度の濃い餌塗って、うんうん、ペロペロしたらいいんじゃない。あ、そっか、蜂蜜を持って、蜂蜜あるから。そうそう、ね、石川だけ濃度、濃度さ、そう、後の県でトリカブト塗ってもう絶対石川だけ舐めるみたいなところで取ればさ完全犯罪成立じゃん。いや、トリカブトって何？ん？猛毒蜂蜜を与え。牧野君行ったことあるの？石川県。ないです。あ、ほら、いいじゃん。はい、いいですよ。ないの、海外もないし。あ、そうだね。この間パスポート取ったんだって。パスポート取った、初めてね。パスポート取ったから海外行こうかなと思ったけど、うん、ちょっと急に海外怖いからそう、これを2万で売りつけてくれる外国の人。買っちゃいそうだもん、やっぱ怖すぎるだろ、うん、そんな国ないよ。ブラッド・ピットが作ったやつ売れてさ、気まぐれでブラッド・ピットが作りましたマジで本当にブッて書いてあるはい、今なんとかね、モモンガを外に出すことに成功したんで、ちょっと見てもらおうかな。外に出したし、多分中にまだ入れない。ナイトモード。パチン。どこいるの？いた。いたいた。ちょっと頑張ってね、のんちゃんね。オッケー？うん。まあ行く先々でさ、思いついたやつを車の中で考えたやつをその途中でやるみたいな。ね、もう串のやつ出てこないね。やっぱそうだ、そ、3個目だよね。トリプラーズ。いや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 、俺2個目の時にさっき食べてたやつ食べてないって言ったじゃん。そしたらもう1個出てきたよね。言い逃れできないから。いやいやいや、言い逃れ明美じゃなくてさそれ何な、まだ入ってんの。もうラスト、ラスト。ほんと？ほんと嘘つかない。在庫全部いったから。あ、そうなんだ。在庫くださいって言った。在庫の洗うべき全部くださいって言った。やばっ。ていうかさ、ちょっと待って、俺忘れてたけど、糖質オフのダイエットして10キロ痩せたんでしょ。そうだよ、してるよ。それはこれ糖質オフだよ。いや、入ってるから。入ってないから分かってないね。いやいや、俺加工肉はセーフだから。ダデちゃんみたいなこと言ってんじゃねえいや、糖質入ってるぞ、それ超甘いじゃん、だってバカバカ。いいの、それは。じゃあ、ケチャップは正直ダメだけど、ウインナーとかは全然セーフ、糖質制限的には。でも見て、おでんだってこんにゃくも食べちゃったけど、
こんにゃく卵。いやそれちょっとあっか俺もまあまあ勉強したよ。ぶっちゃけ安田だと思うよ。あのその夏のお礼とここに置いて、ここに夏のお礼。ああ置いた置いた。絶対安いから。まあまあ、ね、多少ね分かるよ。10キロ痩せたんでしょって、うん、どこが痩せたの。ああ自分的に顔周りと。でもさそれさそんな食べたらさ良くないと思うよ。普通の人じゃないもんだってやってることが。それは俺が決めるから。良くないかどうかどうかは。情緒どこ行ったんだよ。絶対あるな、これ。血を害。